どうもこんばんは、ハンドです。今日は、暗い上巻の、なんだっけ、幻左京さんの、続きをやってまいります。いやー、まあね、前回、ブじゃねえよ。小松左京じゃなくて、幻左京さんをね、口ばっかのね、口だけ大将かと思ったんですけども、魔法というか、能力か。このゲームでいうとこの、まあ、能力。特殊能力だよね。使うことによって、なんとか、まあ、なんていうかこう、成長することができましたんで、まあ、やっと軌道に乗ってきたかなっていうことと、あと、ブライの、なんていうかね、こういうゲームなんだっていうのがね、やっとこう、ちょっと、垣間見えたかなーっていう感じが。ちょっとね、なんか、やっぱ難易度はやっぱ高いんだけど、やっぱ特殊能力をね、使っていくっていうことをね、ガンガンやっていくのと、あとはなんだっけ、行動っていうやつ。行動をね、うまく使って、歩きながら成長させていかないといけないですね。あ、ここが町か。前回、町で蛇行山っていう山の鉱山で、男たちがね、みんなさらわれちゃって、町にはね、男手がなくなっちゃってるっていう話ね。よし。じゃあ、まあ、行けるかどうかちょっとわかりませんけども、一回その蛇行山に行ってみましょうか。この町から、北東の方角ということでしたので、行ってみましょう。この辺はね、ちゃんと丁寧にやった方がいいよね。あ、でも結構食らわないな。あ、あれか。回復アイテムを買っていった方が良かったか。こんだけじゃ足りないよね。ちょっと買い物していきましょう。お金もまあまああるし。わあ。敵はまだ気がついていない。ええな。一撃で50人以上殺してるよ。良くなったもんですね。パラメータをチェックしましょう。能力もまあまあ、よし。ただ、クリアはこれじゃないんだよな。クリア、これか。高えな。これを、あと、二つぐらい買ってきゃいいかな。もう一丁買っていくか。念のために、ポイズンも買っていくか。情報によりますと、麻痺を使ってくる敵がいるらしいな。大丈夫かな。お、なんか、新しい敵出てきたな。あ、一撃で倒せない。
極端だよね、なんか。このバランスがさ。あれ、攻撃力は回復しない。逃げれない？あ、逃げれた。あれ、こっちいいのかな？うわあ、すげえな。逃げれないか。あれ、攻撃力なんであんなめっちゃ減ってるんだ。まだあれかな、ちゃんと買えるものの中で一番いいものを買えるまであそこでレベル上げしてた方が良かったのかな。攻撃の部分がもう割れちゃってるけど、でも相手に与えてるダメージはそんな変わってない感じがするね。やっぱ割れちゃってるからダメなのか。こういう場合ってどうすればいいんだ。防御したら回復しないし、アイテムか。ああ、効かなくなっちゃったよ。弱い、弱いっていうかもう、貧弱、貧弱じゃん。貧弱すぎるぞ。これじゃあ、ちょっと、きついね。めっちゃいっぱい出てくるし。やっぱり極端だよな。結構ストレス溜まるわな。何なんですかね、このシステム。回復アイテムなかったら済むじゃんね。なんだろう、殴られると攻撃力減っちゃうのかな。よくわからないですね。まあ何しろちょっとダメだね、これじゃあ。動かなくしても攻撃当てらんなくなっちゃうっていうのはさ、どういう状態なのかな。回復アイテムなくなっちまったよ。ダメだ、帰ろう。マジかよ。
ち着く。帰ってきた。どっちからがら。なんとかなった。しかし、このままじゃいかんね。やっぱり装備を強化していかないとダメか。全部この流れか？って。あ、今何持ってんだっけ？アーメイドアーマーだっけ？ミスティーローブ、フォアラーシールド。ローブが低いな。よし、ちょっと、この間も見たけど、防具のデータをちょっと見よう。防具、鎧系は、作業は、ミスティーローブは6です。最強、ブロックプレートってのが最強みたいけど、防御力自体は、900ゴールドのマーメイドアーマーも一緒なんで、これを買おう。900ゴールド。盾はこれでいいな。攻撃、武器は、武器。ニードルナイフ。16か。やっぱり買えるものの中で最強のものを買っておかないとダメだ。間違いだ。爆竹棒は、おう、これがいいな。これを買おう。どうしようかな。じゃあ先に買おうかな。ああ、じゃあもう何はなくてもお金を集めましょうか。いやー、何か面白い話ないかな。今、この録画っていうか配信してるんですけど、12月6日の、夜11時20分ぐらいです。念のために経歴も言っておくと2019年の12月6日です。明日、先日他の動画で言ったかもしれないんですけども、千葉にね、また、海産物をね、食べに行ってきますよ。ところがね、明日天気悪いらしいんだよね。はじめなんか雪が降るとか言ってて、ちょっと、タイミング悪すぎんなぁと思ったんですけど、でもさっきの天気によれば、なんか雪はなくなったらしい。雨も降らないっぽいけど、でも、千葉のね、海寄りの方に行くんで、海の方はね、コロコロ、天気が変わるイメージあるんで、どうなるかわからないですけども、ま、ちょっとね、前回とメンバーがちょこっと違う。前回っていうのは、動画、千葉にね、海産物食べに行ってきたっていう動画をね、上げてるんですよ。それの、リベンジなんですけど、今回はね。あれ、夏行ったんですけど、二人で。二枚貝食いたかったんですけど、二枚貝がなんとね、なかったんですよ。今日ハマグリみたいな、ホンビノス貝っていうね、貝が、まあ普段そこではあったらしいんだけど、張り紙が貼ってあって、取れない、ホンビノス貝が取れないんで、誠に申し訳ございませんけど、ありませんよって書いてあったんですよ。
あ、まあね、それ食べたかったんですよね。ホンビノフガイって美味しいらしいんで。で、まあ、今回はホンビノフガイあるらしいんで、明日はちょっとね、楽しみ。フライの動画見に来たと思ったら、海産物、貝を食べに行くって話を聞かされちゃう。いやー、いかがなものかと思いますよ、この動画も。これはね、なぜかと言いますと、独り言をね、言っているからなんですよ。ネタがないんだよね、喋るネタが。特にこのゲームに関してのネタはね、どうしてもネガティブな発言になってしまいますので。先日も申しましたように、実況動画でね、ネガティブな発言はよろしくないと思うんですよね。なんだけど、ネガティブなことしか言うことがないんですよ。なんかね、もっと、こう、皆さんが聞いてね、笑ってしまうような楽しい話をしていかなあかん思っているんですけどもね。そういえば、他に近況というとね、HDMI のキャプチャーボードをね、新しいのをね、買おうかなって。なんかいいのあったら教えてくれよって言ってたんですけど、まあ反応がね、ないんですよね。まあ、ちょっとその動画アップしてなかったから。とりあえずね、中華じゃないのを買いました。まあ、中古なんだけどさ。でも前回よりちょい高い。で、一応まあ、レビューも見た感じ、そんな悪い反応もなかったので、まあ、とりあえず今使ってるやつよりはいいんじゃないかなと思いまして。明日届くんですけど。HDMI をね、まあ、録画、パソコンで録画するための、まあ、キャプチャーに、ボードって言っても、USB タイプなんですけど、それがあれば HDMI で繋げることができるものはね、何でも録画できるんですけど、お金貯まってる。まあ、うちは PS2 も、HDMI で繋がるようにしてありますし、まあ当然、PS3、あと、まあ、Wii U とか、Switch とかも HDMI で接続できるんで、それもね、録画できるわけですけども、ビデオ端子をね、HDMI に変換するやつも買ってあるんで、なんでまあ、ビデオ端子しか付いてないゲームを、まあ、それを使って、まあ、録画とか、配信とかできるんですね。早速装備してみよう。これでだいぶ強くなったと思われます。すげえ、100人近く倒した。いい日で。すごいな。なんだか三国志みたいだね。すごい。なんか、こんなに強くなれる武器を売ってるんだったら、なんか微道具にも勝てそうな気がするんだけど。それはあれなのかな？八勇士が装備してるから、こんだけ強くなるのかな？
今回は、今30分ぐらいか。2回ずつでクリアしていきたかったんだけど、今回はちょっときついかな。っていうか見どころないよ、今回。配信開始してからレベル上げしかしてない。そしてネガティブな発言しかしてない。例えば、全然関係ないんですけど、これ MSX2 版じゃないですか。MSX のね、実機をね、今持ってないんですけど、ちょっと前まで、何年か前まではね、よくハードオフで MSX の実機を見かけていたんですけど、最近全然見かけなくなっちゃったんだよね。やっぱり、今流行りなのかね、レトロゲームって。そうなんですかね。やっぱね、YouTube とかでも、レトロゲームのね、チャンネルの再生数とか結構伸びがちだと思うんですよね。再生数もそうだし、チャンネル登録者さんとかも、結構ね、伸びてるところ多いと思うんですよ。うちは全然伸びないんだけど。こういうことだ。余計なおしゃべりが入ってるのと、ゆっくり動画とかだとね、やっぱり、見てる人の心持ちが全然違うんだと思うんですけどね。あくまで私のチャンネルは、視聴者の皆さんと、一緒に遊んでいこうと、いうのがね、コンセプトのゲームチャンネルになります。まあ今のところね、ほとんど、いない。一人でやってると同じっていうね、悲しいかな。もうちょっとね、需要のあるゲームをやることによってね、当初想定していたコンセプトがね、できると思うんですけどね。自分がやりたいゲームと流行りのゲームとかね、全然違うっていうのがやっぱり、致命的ですね。このゲームやってて気になるのが、UI はね、98番とかよりも、いくらか、改善されてるらしいんですけれど、でもね、なんだろう、今の基準からするとやっぱり、どうかなって思うところがありまして、右と左が繋がってないんだよね。あと上と下とか。カーソルのさ、例えば、一番下を選択したいときって、今のゲームだったら大抵、カーソル一番上にある状態の時に、上を押せばね、一番下から出てきたりとか、一番右選びたいならね、カーソル左にある時に左を押せば右から出てくるっていうか、まあ、おおよそ、なんていうか、まあ、普通だと思うんですよ。でもね、こんなの昔のゲームからあったと思うんだけどな。私、たまにゲーム作ったりするんですけれど、そういうところとかっていうのはね、結構、なんていうか、気をつけて、実装をするようにしてるんですよね。やっぱりなんかほら、他のゲームとかではそういうのができるのに、なんかね、できないとストレス溜まるじゃないですか。例えばさ、
こうやってカーソル動かせるんだけど、こう、システム選ぼうかなと思って、上を押しても、下に行ってくんないんですよ。この当時は、これが当たり前だったのかもしれないけどね。でも、この方が絶対いいと思うんだけどな。昔ですね、何かのインタビューで読んだんですけど、ね、ドラゴンクエストで有名な堀雄二大先生が、とにかくね、ファミコンのドラゴンクエストの頃から、インターフェースはストレスをたまらないように設計を心がけていたらしいんですよね。なんだろう。例えば、カーソルの動きがもたつくとか、さっき言った上を押したら下から出てくるみたいなやつも、そうだと思うし、あとはなんか、こう、サクサク加減。これをしたいって思った時に、その通りの操作ができなくて、画面がなかなか、展開しないとかね。そういうのってストレスになるじゃないですか。そのストレスがゲームやってる最中にずーっと続いてるっていうのは、やっぱりね、このゲームに対してネガティブなイメージがやっぱり、いますよね。あれ？ブロックプレートの方が安いのに、性能同じだ。ちょっと失礼。まあまあいいんじゃなかろうか。攻撃力は48。ちゃんと、あれなんだね。溜まるんだけど減りも早いってことか。じゃあ、どうかを。まあそう。それでね、自分でゲーム作るときとかも、一番重要視するのは、インターフェースのサクサク加減とか、使いやすさとか分かりやすさとか。ゲームやる上でやっぱりね、インターフェースって、ゲームの中のシステムと、プレイヤーである自分とつなぐ部分じゃないですか。やっぱり、そのゲームをやってる間中ずっとそのインターフェースを使うわけなので、ものすごく重要だと思うんですよね。なので、まあ、ゲームに限らず、ツールとかでもそうなんですけど、そういうところをおざなりにするのはね、やっぱり、俺の中では、評価が低くなっちゃう。で、このゲームはというと、まあ、当時としては、まあ、一般的な、一般的だったのかな、という感じはしますけど、まあでも左側のね、キャラクターのステータスウィンドウが妙にデカすぎるんじゃねえかなっていうのはありますね。このせいで、フィールドを表示しているその画面がね、狭まっちゃってる。ただ、MSX 版で言えばね、この画面のサイズでも、なんかスクロール波打っちゃって、遅いしね。まあ、もうちょっと大きいフィールドの画面が欲しかったけど、もうちょっと大きくすると、さらにもたつくんじゃないかな。しかし、なんでこんなに遅いんだろうね。他に、もうちょっと画面の大きいスクロールする、フルスクロールっていうかね、上下左右にスクロールするゲームって、まあ、あったよね。イースもそうだし。能力が減るのは、
いいんだけどってよくないけど、回復はどうやってすればいいんだろうな。やっぱ薬しかないんだろうか。あれ今連打しちゃったのかな。お、これもね、ファイルをね、選びたいときに、ここで下を押してもダメなんだよ。これ左右しかダメなんだよ。ここで上下に動かせればさ、楽じゃないですか。なんでそういうところをね、別に実装なんて簡単なんだけどね、そんな。なんでそれをやらないんだ。ちょっとまたネガティブなことを言っている。このゲームの面白さを伝えなくてはならない。今のところお伝えできているのは、ストレスが溜まるってことしかお伝えできてないよね。あんな。こんなはずじゃなかったんだが、このゲームを選んで、よし、ブライオ実況やるぞって思った時はね、もうちょっと希望に満ち溢れていたんだけどな。最近どういうゲームが人気あるんですかね。やっぱFPS 的なやつがなんか人気上がってるようなイメージはありますよね。私日本人って FPS 嫌いな人多かったと思うんですけど、やっぱ最近ね、グローバル化、ゲームもね、グローバル化してるというか、海外で人気あるゲームは日本に入ってくる、そのまま入ってくるってことがなんか増えたような気がしますね。私は逆だったんだけどね。そして、今のね、若い子、まあ、20代ぐらいまでのゲーム好きの子たちはね、こういう、なんていうのかね、2D のゲームはやっぱりしょぼいって思っちゃって、3D であることがやっぱり、いつなんでしょうかね。確かにね、今のスマホゲーよりもね、画面的にはしょぼいもんね。これ攻撃されると攻撃力減っちゃうのかな？なんかすげえ減ってるなぁ。
殴るたんびに減ってるような感覚はあるんだけど、あ、やっぱり、あ、なんかだいぶ攻撃力低くなってる。単に防御力高いのかな。いいんだよな。あー、やばい。バイズラ、あ、ここだ。セーブしていいんだろうか。もう一個使っとくか。ここでセーブしたらなんか積むような気がするんだよな。あー、セーブしないでいくか。コウさん、あー、結構広いのかな、こん中も。やばい、やばいぞ。やばいよ。蛇行山を進み、鉱山発掘所の入り口前で、左京が氷流に変化。金流と銀流か。何ですかね。ここでセーブした方が良さそうだな、やっぱり。ちょっとここをね、10分でクリアするのは不可能だと思いますんで、しょうがない、もう、幻佐京さんの章は、3回に分ける感じになっちゃうかな。場合によっちゃ4回なんていう可能性も、ないわけじゃないけど。はい。ね。までご視聴いただけてるかどうかはちょっとね、わからないんですけど、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。